マレオと生まれ19 20 、はい、高岸あらこれははいって言ってますね完全にマサおやおはようございますこんにちは元気になるなグレープカンパニーから来ましたティモンディの前田と高岸ですよろしくお願いしますお願いいたしますティモンディさんといえば甲子園常連校で有名な元済美高校野球部のアスリート芸人さんでいらっしゃるんですよねそうですねはい、はい、ですのでマサさんせっかくですので、はい、お二方に何かご披露いただきたいなと思うんですがそうですねいかがでしょうか今日はメディアの方にもこんなにお集まりいただいてますので、はい、ここぞと何かいいですか、はい、よろしいでしょうかじゃあちょっとあの今からですねあのそのヒト幹細胞コスメ X リュークスさんの大ヒットと、まあ、高島マサさんのその安産祈願をちょっと願いまして、はい、その高岸がですねあの腹筋をちょっとね20回ほどしましてよし関係ないじゃんでその後ちょっとね済美高校風のなんか発声の仕方で、まあ、そのちょっと前向きな一言をちょっと披露させていただきたいなと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか、はい、超高速腹筋に挑戦ですそれではお願いいたしますはいじゃあ1、2、3、4、56、7、8、9、10、超高速ですよね。13、頑張れ、頑張って。14、たくさんの大人に見てもらってるから16、17、18、19、20、はい、皆さん大きな拍手をお送りください。全然聞き取れなかったね。あ、そうですか。もう野球部時代の発声で何言ってたか分かんない。ちょっと分からないだけの疑問が、はい、分からないですよ、何言ってるかね出身の高校はそういう風に言ってるってことですか。まあ、全体的にその、まあ、発声というか野球部の声の出し方が基本あんな感じなんで、まあ、多分野球部のやつみんな集めたら聞き取れると思うんですけど。あ、そうなんだ。え、挨拶もあんな感じですか。そうですよ。え、どんな感じ。じゃあ名前呼ぶんで高岸あらこれははいって言ってますね完全に本当にそうなんですか。はい、本当にそういう言い方なんですか。そうなんですよ。だからおはようございますは明けていけいいっす何ですか。本当にそういう言い方なの。これみんな練習というか、こういう出し方になるんですけど、マーサーでやってみますか。できるかなんだ。アナウンサーの発声と違いますからね。出ちゃわないから、うん、呼んであげてください。マーサおいやそうなんだ。いや、いや伸びしろがたっぷりこれからね野球部入れそうだね